はい、こんにちは、レトスのおのです。7月4日の3問に入っていきます。A は B の代理人として、B 所有の土地について、C と売買契約を締結したが、A は無権代理人であった。このことを C が知っていた場合でも、C は B に対し追認をするかどうか、格闘すべき旨、再告することができ、B が格闘しないときは、B は追認したものとみなされる、丸か罰かという問題です。 考えたい方は一度動画をストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは×です。まず、問題文の状況としては、B が本人、A は無権代理人、C は相手方という状況です。そして相手方 C は知っていたと書いてありますね。これ知っていたっていうのはこのことを知っていたってことなので、A が無権代理人であることを知っていたということですね。つまり、 え、悪意だということになります。で、まず一つ目、頭に入れていただきたいのは、相手方 C が全悪意に関わらず、催告権は持っています。つまり、この相手方 C は、B、本人に対して追認するかどうか、格闘すべき旨の催告をすることができるんですね。まあ、つまり、 追認しますかしませんかっていうふうに、相手方 C が本人 B に対して尋ねることができるっていうことですね。まあ、尋ねる権利があるとい、まあ、うことが丸1の内容です。で、それに対して、本人 B が格闘しないとき、つまり答えなかったと、追認するかしないかを答えなかったときどうなるかというと、これは追認拒絶したものとみなされます。従って今回の問題を見ると、 追認したものとみなされるって書いてありますね。これは誤りですね。追認したものではなくて、追認を拒絶したものとみなされるんですよ。つまり、追認しなかったっていうことになるという話なんですね。したがって、本問は誤りとなります。では問い2ですね。保証協会は社員に対して債権を有する場合は、当該社員が社員の地位を失った時でも、その債権に関し弁債が完了するまで、 弁業務保証金金分担金をそのものもにすする必要はないいかかという問題です答えは、丸ですね。社員、まあ、つまり、宅検業者ですね。社員が保証協会に支払った、弁済業務保証金分担金は、原則、社員の地位を失った場合、返還されます。ただし、社員が取引の相手方に、損害、被害を与えて、教託所が還付をした場合、 カンプリ相当する額を保証協会にこの宅建業者っていうのは支払わなければいけませんそれを支払わない場合保証協会は弁済業務保証金分担金の返還を拒むことができますこれはもう当たり前ですよね保証協会がお金を立て替えて払っているので社員からお金をもらえるまでは納付してもらった分担金は返さないよっていうことなんです 短期講座では保証協会を理解する上で重要なことを動画でお伝えしています。基本的な考え方が理解できれば本試験で得点できます。なのでしっかり基本的な考え方を頭に入れましょう。で3番ですねえ。都市計画事業の認可等の広告があった場合においては、事業地内において都市計画事業の施工の障害となる恐れがある建築物の建築等を行おうとする者は 都道府県知事等の許可を受けなければならない。丸かツかという問題ですね。で、考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、えー、下記の概要欄から問題文をご確認ください。で、答えは丸です。都市計画事業の認可の告示後、事業地で施工の障害の恐れのある行為を行う場合は、知事等の許可が必要になります。 この都市計画事業の認可があるって、これどういうことかっていうと、もう本格的に工事を開始することを意味してるんですね。なので、もう変なもの建てられたりとか、経営先つまり土地の工事とかされたら困るわけですよ。だからえ、許可が必要なんだということですね。知事の許可が必要なんだということになります。この点についても試験では品質なので、絶対に解けるようにしておきましょう。で、今回の問題で言うと、対比部分が非常に重要になってくるんですね。 で、対比して、整理して頭に入れることによって使える知識になるんですよ。なので、短期講座では、そういった部分も含めて解説していますので、もし自分自身で整理できない、えー、また整理の仕方がわからないという方は、ぜひ短期講座ご検討ください。で、短期講座については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。一緒に勉強して、私と一緒に今年の合格を喜びましょう。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。